こんにちは、ゆしみです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。もし初めてご覧になる方がいらっしゃったら、コメントトップかチャンネルの概要欄を一度ご覧になってみてください。ぜひチャンネル登録をして一緒に楽しんでください。前回の呪術廻戦シーズン2、天元様の適合体である星晶体天内理子さんの護衛のために下等と五条が駆り出されているところなんですけれども、万世教と呪詛師集団キューとの戦い、引き続きどうなるんでしょうか。本日はシーズン2エピソード3を見ていこうと思います。水中海の中みたいな。人質取られましたね。なるほど、別行動したんですね。天内さんにとって家族同然の人ですもんね。思い残すことがあるよね。さすがにこれは気持ちを察しますよね。この目が綺麗ね。メンソーレ。沖縄。急にタイトルコールよ。護衛2日目って書いてあったっけ、さっきね。時系列がね、行ったり来たりよね。無事だったんですね、黒井さんね。こういう風にチェックしたの。すごい。竜。飛行機ごと護衛できるの。今見ると黒井さんの水着ちょっと不思議な。メイド風水着セパレートになってましたね。ななみさん、ああみんな若い。ああななみさん、こんなにこんな感じなの。なんかこう声もちょっと若く演技されてますね。ナマコ2つ持ってるし、投げた。いよいよ東京より沖縄の方が受損地の数が少ない。受損地うちなんちゅうみたいな。結構気を張ってるんですね、五条さん。桃鉄やったやった、99年。結構好きだった桃鉄。何かあったのかな。綺麗な作画。カヤック乗ってる。これやりますよね、沖縄でね。マングローブの森散策みたいな。紫陽花も咲いてるんだ。ソーキそばも美味しそう。しっかり観光してますね。思い出作り。
って感じなんですかね。自分の人生の最後の日だったらって思うと、とっても切ない。護衛3日目3時。高専に戻ってきたのか。やっと術式解放。オーマイ、術式解いた途端出た。伏黒、うん、伏黒目線になった。五条少年時代ですね。背後に立った俺が蹴取られたのはこの時だけだった。蹴取られそうな目よね。お前が鈍るまで。鈍るのを待ってたのか。サトル、問題ない。術式は間に合わなかったけど。問題ないの。そう、本当に出血とか大丈夫なんですか。でも守らないといけないしね。結構冷や汗かいてますね。すんごい岩の上に立ってる。やっぱ痩せ我慢してんのか。緩急つけて偽のゴールね。それでね、油断させたのね。重力ない、フィジカルギフテッド、厄介なやつよね。フィジカルと呪力対決、すんごいことになってますね。どこ行ったの。超速い、風のように。なわけじゃないのか。なるほど。あ、最大出力。うお、なんだこの技は。青、すっごい、すっごい作画。おお、破壊力もすごい。うおー、虫、妖刀。うわ、数が。ああ、いるよ。うわ、読めないね。似合うね、この声優さんも。ああ、おお、絶対致命傷よね。なあ、すごい畳みかけだね。天の佐賀保護。
術式の強制解除。やばい。やばいよ、五条。相当な、完全に死んだやつでしたよね、今。まあ、過去の話だからさ、生きてるんだけど、五条さん。でも完全に死んだよね、今ね。ここでお別れなのか。よかったね、こういう家族同然の人が一人でもね、いて。ご両親はね、亡くなってるっていうことだから。不思議な空間。宝生宮、すごいトンネルがいっぱいある。屋敷みたいになってる。なんですと、ケトウさん。抹消ね。先生、いい先生だもんね。二人とも優しいからね。なんとかなるのかわからないけど、二人が最強だからか、できるのか。孤独であれば感情を無視できる部分もあるもんね。そりゃそりゃそうよね。だって50代とか60代じゃないもんね。こんなに若いんだもん。した。とんでもないよ。なんでお前がここにいる。五条悟は俺が殺した。この全員当時のゲスさがすごく伝わってくる。そうか、ケイトさんも激怒よ。はい、というわけで、この部分の読んでいたコミックの内容をすっかり忘れていた私にとっては衝撃的な出来事でございました。あ、そうだったと思うことがいろいろあったんですけれども、改めて見ると作画の凄さ、表現の凄さもさることながら、また衝撃を受けてしまいましたね。無敵と思われた五条だったんですけれども、全員当時現れた資格によって、完全にもう死んでしまったっていうようなね、深手を負ってましたよね。明らかにこれは死んでしまったという状態だと思うんですけれども、かたや天元様のもとに天内理子ちゃんを連れて行ってた下藤さん、実は天内理子さんが拒否すれば同化をね、しなくていいっていうことまですでに五条と話し合っていたということが分かって、二人が本当に心根が優しい二人だっていうことが分かったんですけれども、マリコさんのね、本音が聞けた瞬間に射殺されてしまったということでございました。これでゲトーさんね、完全に激怒、怒りモードなので、これから戦いがどうなるのかというところでございますが、また次のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは、まんまん。